マイケル・ジョーダンの母校ノースカロライナ出身ですからね、こちらキーパーラベナー、さあラベナーのアタック、ここは会場が開きます。キーパーラベナー投入が成功しましたよね、はい、ただこれもやはり今のようにキーパー選手はですね、はい、こういうシュートもいければ、シュートに行くと見せかけての海とオマラという2人ですが、今度はこの藤永にダブラ行っています。この2人も非常に機敏なスチール取った、ダブラレイアップ、よく見てましたね今ムーニー選手の動きを、はい、ショーン・オマラこの位置です、中に通るダブラのダブルクラッチ、アグレッシブですね今のは。さあラベナがボールを持つ、ラベナここ空いたところ、ファウルを取ってバスケットカウント、いやそのまま行きましたね。さあガドソンが戻った、レイクスターズラベナダンクだ、ワンハンドダンクを見せましたキーファーラベナ。そしてここで第3クォーター終了です。いや、今日結局第3クォーターは、はい、このクォーターだけ見ると36対19、はい、そうですね、もう36点タイムを取っちゃいましたね、はい、うわしかしこの最後の時間が迫っている、もう時間がない、ラベナー決めた、なんと素晴らしい、なんとラベナー素晴らしい、完全に壊れましたけどドライブいくと思いますね。ガドソン狙うか、ラベナだ、ラベナだ、いやガドソン選手ナイストライブですね、ブースターからですね、プレッシャーを受けることはなかったと思うので、ラベナラベナ、これがこれがフィリピンの主砲、ファールトラブルのマーティンと5番も入れてきました。ここは自らラベナいった、いやうまいですね、いやピックアンドロールだと思ったんですけどフェイクスクリーンといって、逆に白はどうデザインするんですかね。ラベナ、体が手を振ってきました、ね、ブラックシャーついていましたが、ね、ね、ゾーンを破る形は、まあ、形としては良、はいはい、かったですけど、はい、あのシュガー守りきりましたね、はい、さあラベナこっちになります、おおかわした、そしてナイシュート、いや素晴らしい、決めたいシュートが決まってない感じがしますね、ラベナアタック、ラベナスピンムーブ、ラベナ、なんというスピード、これもフィリピンの手法です。ヒックスのショットは落ちました、ラベナラベナ来た、キーファーラベナ個人通算 B1 1000得点を達成しました。